皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとね。とっても嬉しいですから。はい、ちょっと今日は声の調子がよくありませんね。あえいうえおあお、なんとなくガラ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 ってなってます。すみません。それでも休めないのでこのまま続けたいと思います。では本日のその気になる内容ですが、じゃん、うわ、これまたすごいすごい目標と言いますか、とんでもない夢ですよ。そうなんですか。そういうところを目指してらっしゃるんですね。いやー、これはどうなんですかね。僕のあれですよ、持っているイメージでは中東のあたりにそういうものの資源が眠っているようなイメージがありまして、日本では出るんです、その資源が。なんていうんですか、いろんな機械を動かしたりするそういう資源ですよ。はい、ここまで言うと、なんとなくそういうものだなというものがお分かりになられたかとは思うのですけど、それが日本で果たして出るのかどうかというところが問題ですよね。出てる方いるんですかね。そうしましたら、日本でも夢がありますよね。そういうものが出る場所があるぞと思うと、庭とかちょっと掘り起こしたくなるじゃないですか。まあでもやっぱり中東ですよね、これら資源は。そんなイメージです。ただ僕は思ったんですけど、僕のやっていることもちょっとこういうことだなみたいなことはあるんですよ。まあなんて言うんでしょうね、僕が目指すところは国民的人気キャラクターになるようなことなんですよ。目指すべきところは作者さんの手から生まれたものとしてはもうそこを目指してるんですよ。はい、ですからサンピアさんのおっしゃるようなことをその夢物語的なところが僕の目指してるところとちょっと夢物語的なところで合致するところがあるんですよね。いやー、やっぱりかなりな夢物語ですよね。そんな感じはします。いやいや、リスよ、そんなことはないよ。君だって夕方6時半ぐらいでも行けるよっていう方いらっしゃいますか。僕でも行けますかね。行けると言ってくださいませ。どうかお願いしますよ。皆様の手にかかってるんです。お願いいたします。はい、もう本当に皆様の手にかかってますからね。ではではサンピアさんからの一言も言ってみましょうか。ではでは、サンピアさんよりの一言どうぞ。石油王に俺はなる？